こんにちは、コトンです。今日はですね、こちらのグスシルクを使ってベレー帽を編んでいきたいと思います。こちらのグスシルクはですね、五層産業さんでカラーナンバーが3ですね。はい、そして塩かき針が2から3号となっています。でグラム数が 20g で 73m とあります。はい、こんな感じで、これをですね、こちらを2本引き揃えながら、こちらのこれじゃないなんですね、こちらですね、4号針をですね、はい、使って編んでいきたいと思います。あと、他にも材料といえばこちらのボタンですね。はい、道具はあとハサミになります。では早速ですね、はい、1本と2本をちょっと引き揃えながらいきたいと思います。はい、輪を1個作ってからですね、はい、でかき針を入れて、はい、1,2,3 ですね、鎖編みを編んで、で長編みを12目作ります。で、この糸をギューッと引き締めます。すみません、ちょっとグラグラしましたね、カメラが。で、引き抜き編みをします。で、今から2段目に入ります。2段目は鎖を3目編んで、下にですね、もう1目長編みをします。はい、ですね、でこちらにも長編みを2目編み入れます。Thank you.
1つの目の中に2目を編んでいきます。1つの目の中に編んでいただいて、引き抜き編みをして3段目に入ります。3段目は最初のこの目の中にですね、1目長編みを入れて、1つの目に2つ入ってることになります。で、次が1目ですね。この繰り返しです。で、1目の中に長編みを2目入れます。で、次に長編みを1目編み入れます。次の目に長編みを2目編み入れます。こんな感じですね、はい、こんな感じでですね、はい、編み入れていきます。次が4段目になります。引き抜いて鎖編みで立ち上がって、4段目がですね、最初の最初の目に1個入れて、はい、数を増やします。それで次は2番、1122ですね、はい、の繰り返しです。
下がとビニールが入れたいのでちょっと下ろします。大きい籠とかに入れとくといいと思うんですけど、ちょっと籠がないのでちょっと 糸たちがくっついてきますね。1 2 3で長編みを2目ですね。
1、2、あら、長編み1、2、3で長編み2目ですね。以前ベレー帽を、内藤昌司さんの毛糸で編んだんですけど、冬にですね、ちょっとに見た目パッと見似てますもんね。どこかちょっと違う感じで作っています。見た目はもうほとんど同じですね。まあ、春夏用のができればなと思って作っています。今1、2、3、4、5、6段目ですね。6段目は3個鎖を編んだら1、2、3、4、最初の目のところのこの付け根にマーカーをつけときます。はい、次増やし目を2つ入れます。で、長編みを1つの目に1個ずつを4本ですね。し、で、増し目なのでここに長編みを2目入れます。はい、そして長編みを
に。長編み2目、長編み、長編み2目、はい、こんな感じで、ちょっと長かったですけど、はい、ここまで編んできましたですね。で、鎖3目で立ち上がります。で、マーカーを外して縫い付け替えます。はい、1,2,3,4,5,6 段ですね。今から7段目編みます。入れます。で、1,2,3,4で、1つの目に2つ編み入れます。1,2,3
増やし目を2つ入れます。増やし目ですね。はい、で長編みを1、2、3、で長編みの増やし目を1つの目に2つ入れます。はい、で1、2、3、4、5じゃないな。で、ここに2目入れて1、2、3、4で2目増。編んできました。で、ここの最初の目に引き抜き編みをします。で、鎖3目で立ち上がっておきます。はい、1、2、3、4、5、6、7段まで編んできました。で、9段目が、はい、今1つ立ち上がってるので長編みに2個目、3本目で長編みの増やし目ですね。はい、で長編みを3ですね。1つの目に1つずつが3です。はい、で次増やし目ですね。この繰り返しになります。だんだん大きくなってきております。締めをします。よいしょ。1、2、3。あ、絡まる
かなと思ったんですけど、この2本引き揃えは絡まないですね。コロコロ転がってはいますけど絡まずになってますね。本当はカゴとかに入れてやった方がコロコロにならないんでしょうけど、ミックスシルクの1本で編もうと思ったんですけど、1本だとすごく軽やかでね、穴が開いちゃうのかなと思って感じだったんで、はい、今8段目まで編んできました。でですね、鎖3目で立ち上がりまして、マーカーを真下につけます、はい、で次9段目がですね、隣の目にですね長編みを編み入れて、はい、また隣の目に長編みを編み入れて、また増し目をしていきます。1つの目の中に長編みを2つ編みます。で次長編みを1、長編みを2、長編みを3本編んで、また一つの目に長編みを2本入れます。で長編みを1、長編みを2、長編みを3、で長編みを長編みの増し目をします。力が入ってしまいました。長編みを2目で、長編み、長編み、長編みで、長編み2目、よいしょ、で長編み、よいしょ、長編み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 、2目1度、長編みの2目1度、
で長編み、長編み、で長編みですね。長編み2目で長編み、長編み、長編み、はい、で長編み2目ですね。結構大きくなりましたね。9段目ですもんね。で長編み、長編み、長編み、長編みで長編み、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 二目。一、二、三。で長編み二目。で1、出しところに長編みを入れて1、2、3、で長編みを1つの目に2つ、長編み、長編み、長編み、で長編みを2つの目に、1つの目に2つ、2、3、で長編みを2つ、はい、で長編み、長編み、長編み、増やし目が多かったかな。まあでも大きくなりましたね。1、2、3。きっと感じでですね、9段目まで編んできました。よいしょ。最後1目増やして、ここからはですね、はい、引き抜き編みをして終わって、で3目一度ですね、立ち上がります。10段目からはですね、増減なしでいきたいと思います。はい、増減なしで14段目まで編んでいこうと思っています。はい、いきます。はい、
まで編んできました。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 こう反り返るような感じですよね。はい、15段目まで編んできました。なのでですね、16段目までですね編んできたので、次はですね、減らし目をしていきたいと思います。はい、まず鎖一目で立ち上がっていますので、鎖3目編みます。はい、で次は長編みの減らし目をします。はい、ですね、1,2,3で長編みの減らし目で、ごめんなさい、緩みましたね。長編み1,2,3個編んだら減らし目をします。よいしょ、はい、で長編みを1,2,3で減らし目をして、締めですね。1,2,3で1減らし目をして1,2,3はい、で1,2,3で減らし目をします。
に、で、締めですね。楽しみですね。で、減らし目を1、2、3、
一目編んで、とマークをつけときます。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、今16番編んできましたね。締めをしましたので、鎖をですね、今1個立ち上げてますね。3個立ち上がって、で次ですね、減らし目をまたします。で次は鎖ですね。はい、よいしょ。で、また鎖編みをですね、5目して減らし目をしていきます。
で、細編みを何段かな、1段だから合計4段ですね。飾りのボタンをですね、はい、後ろからも前からもような形でつけていけたらと思ってるんですけれども、これは木のボタンですね。いろんなボタンを集めるのが好きで、お洋服も何て言うんですかね、古くなったものも捨てる前に必ずボタンを外すようにしています。お気に入りのボタンだったりするので、綺麗な、もう見た目がすごく綺麗なヴィンテージボタンなんですよね。こんな初めて私も見たので、
糸一本通さないんだからこのくらいにしときますね。飾りのボタンでよいしょ、キュッと3回ぐらい巻いてでしたかね。はい、もう1回巻いて、はい、よいしょ、で玉留めをします。よいしょ、でこの辺、どっかこの辺にですね、見えないところに直します。はい、これでボタンが適に見つけられました。なんか好きな色のボタンを探してぜひ作ってみてください。こんな感じですね。はい、で帽子をつけて、ありがとうございました。では失礼します。さよなら。